青空。遠くには桜が咲いております。どうですかね。空は青く、昨日までの天気が留守のようでございます。こちらですかね。ちょっとこう これはプログラムでいきますね。この表示をクリックすると、ここにソフト上の方とボディファームウェアというのがバージョン 2.0 になっていると思います。レンズファームウェアがバージョン 1.3 で、このボディファームウェアがバージョン 2.0 になると、プロキシファイルというのが使うことができます。で、プロキシファイルのところに移動するのには、まずメモリーカードに入っているファームウェアは現代のバージョンですということで、これで一旦これを落ちまして、このカメラマークですね、カメラマーク、ここ左の一番左の、そして右に行って下から3番目に、ここにプロキシ設定というのがございます。これですね、プロキシ記録で、プロキシ記録っていうのができるっていうのはどういったことかというと、2つの映像を作れますよということに、ね、1つは正規版、今まで撮ってたものですね。で、プロキシ編集を行うという理由はですね、今までの動画編集ソフトを使うには、現在はどうしても 4K とか 6K とか、そういうレベルにまで高くなってきてるんですよね。 4K の映像を何本も長時間にわたって編集するっていうのは大変な作業になるんです。その作業を軽減するためにはどうしたらいいかっていうことを考えたところ、このプロキシ編集っていうことなんですよね。1カメ、なんで、プロキシ編集なんていうものが生まれてきたかというと、高画質の映像を編集するためには、どうしても軽いデータでもって、いわゆるプロキシっていうのは代理という英語ですね、代わりになるもの、代理、したがって正規のものを使うんじゃなくして代理のものを作って、そしてその代理のもので編集を行うと、ここにサイズが あるかと思うんですが、L と M と H っていうことなんですけども、これでメガ BPS のビットレートのあれですね。で、一番荒いのが L です。4メガ BPS で23.98、これはフレームのレートですよね。フレームですけれども、1でもフル HD 1920×1080。で、一番ローが HD の 1280×720。ちょっと画素数が小さくなるわけ、小さくって言っちゃあれですけども、 4K とフル HD の HD なのかな、 HD っていう SD ではないですけどね、 L は 640×340 とかそういうレベルになりますから、この L でもって、行うと、長時間に1時間ものをやるということになってくると、それだけのデータ量が4K の場合だと1920の場合ですから、2182、3400いくつかですかね。それができるということで、で、このプロキシ記録設定を L でも L でも H でもいずれにでも皆さん方が使っていくやりやすい方法ですよね。繊細な画像で、プロキシを作っておけば、それだけ、より細かな仕事ができますよね。背景の髪の毛なんかを抜く時なんかの作業は、やっぱりそういう高画素でもってのプロキシがよろしいかと思います。で、こちらのカメラのですね、いい点は1の方に、ハイスピードな、私の場合ですけれども、このビットレートがそれぞれ SD カードにあるんですけどね、例えば私がこの手にしているこれは 95MBps というパーセックですよね。
ところがそれが300Mbps というものを使って私はソニーのキーカードですけれどもそれを1に挿して2の方をサンディスクのともあれ1のところにはこの 4K の撮影がスムーズに撮れる SD カードを挿してください。そして2番目のスロットルにはこれはプロキシファイルが作られる SD カードです。見込みこれをこうですかね。それですで、にこれにはプロキシファイルっていうのがでプロキシファイルを見つけるのはこれだったかな。この中にいろいろあるんですよね。例えばここにカメラマークがカメラマークは下に配置しちゃうとこれでねカメラマークがで、これとこれは一緒だと思うんですけどこれがここの2つのやつを下にドロップするとこれは昨日抜けてましたんでこれでここにあるのが先ほどのこれですね。これあこれですかプロキシの切り替えっていうやつ。それで OK を押してこのプロキシを押すとここのこのシーケンスのところのこの映像のところですね映像ファイルのところにこの何ていうかプロキシで編集してるよというマークが出るんです。それでこのプロキシのサイズを確認しますと非常に違うんですよね。容量がどれだけ違うかということをちょっと見ますね。このプロキシで作られたそのルミックス S5 マークっていうカメラでプロキシを作ったそのデータが非常に小さいということが分かりますんで、この辺は14、これのこれで25のところで、このプロキシというのはこの101513、これは 5.78GB というクイックタイムということになってますよね。それでこのプロキシの中、これとこれは名前は全く一緒なんですよね。だけれどもこのプロキシでこれがルミックスのカメラで吐き出されたいわゆる撮影された動画ファイルになります。これが正規版、これがプロキシ版だから、このプロキシ版で操作するっていうのはいかに簡単にっていうかクイックかっていうこと、あるいはこの正規版だと 5.78GB の例えばこういうテキスト、これをこっち側に配置したり、これでこのテキストボックス、これを名前を書いて行うということになるんですけど、まあ1日3とかいうことであるならこういう編集を行うわけですわ。どうしてもそうするとここに赤くなりますよね。負荷がかかっていく、負荷がかかっていくということでもその小さなファイルの映像の下でプロキシという先ほど100いくつかだったんですかね、そのデータでもって切ったり貼ったりができると。